マネージャーさんが。はい。ちょ、前も分からへん、前も分からへんけど、公演終わりに急遽トラコ配信、目指せトラコ配信をしていきたいと思います。そう。でね、ちょっと、目指せトラコ配信。え、テロップ何にしよう。目指せトラコ配信。そうです。あこ、あ、緊急。目指せ。はい。では、まず三つ紙をもらったの。一つが今日の試合速報、9月21日の試合速報をいただきまして、見てないんですけど、見れてないんですけどね、私でも最近見るようになりました。揺れてる。そう、今日はね、こうやってネタバレしていいんですか。ほら、書いてくださりました、ちゃんと。2対3で阪神が勝ったそうです、今日は。で、あともう、これ次がね、この2021年プロ野球シーズン日程っていう紙を用意してもらいまして、そして次がプロ野球順位表をもらいました。これ今の順位表、これ良いそうやねんな、今の順位。あ、いた、これあげる。え、おいしいやつ。何なんですか、これ。食べてみて。え、こんな怪しい。え、日本のじゃなくて。日本のじゃない。なんか大森さんが。え、どうしたん、その服。え、なんでですかね。好きなの？いや、あの、目指せトラコ配信。あ、うん、え、食べてみて。今ですか？うん。え？期限切れてないです。なんか真っ黒。食べました？うん、食べました？食べた食べた。美味しかったですか？食べましたっけあれ。去年の2月。え？去年の2月やったっけ？なんかグミみたいなもらいました。いただきます。こぼれる、こぼれる。ポリ袋だった。わっかい、わっかい、ブラックコーヒーいる。いやいや、とどめ。え、やばくない？うわ、おえってなった。え、ちょ、出していいですか。ちかしげさんはかって言ってます。ま、マジでアカウントバンされるとこでした。ほんまに今お、おえってなった。あ、危な。え、ありがとう、マイティ。受け、こうやって受け継いでいかれるんですね、どんどん。頑張って。いいリアクションやった。お疲れ様でした。バイバーイ。え、タイヤの味です、これ。一回食べてください。え、これはさっきね、強制的に買ってもらった。お父さん、なんかもう私よくわからんことになってます。何してるんですか。めっちゃ美味しいです、これ、このグミ。めっちゃさ、え、ま、めっちゃ美味しい。なんか海外のグミらしくて。本当に美味しい。美味しかったです。出てこないし。食べました？食べた食べた。いつ食べたやろ。おいしい、おいしいですよ。うん。え、本当ですか？うん。本当ですか？いつやったっけ？絶対やばいじゃないですか、これ。おいしい。おいしいです。おもおねさんもおいしいって言ってます、ね。せーの。なにやろ。
死んでてちゃんと食べてくれた。え、これやばいですよね。一回しか噛めないんです。食べてくらってる。わーバカボンみたいな走り方した。出してください、出してください。吐く前に。やばいですよね。なんかドイツやってる、あの5年前のプルーンみたいな味します。なんかお疲れ様でした。なんかね、ちょ、何モーネさん、なんか帰ったんですけど、ちょ、トラコ配信とかの前に食べましたよ。え、これモーネさん今までやってこられたんですか。すごい、さすが先輩。あ、現地ではこれ好きな方もいらっしゃるんですね。現地の人はそれ大好きです。アメリカですか。フィンランドです。フィンランドのグミですって。コトちゃん声大きくなった。確かにあんな覚えのコトちゃん初めて聞いたかもしれない。ちょっと桃根さん悪いよ。あ、ちょっと気を取り直して。ありがとうございます。何しようとしてたっけ。よし、じゃあまずこれからいきます。まずこれ、なんかね、何してとも特に言われてないんです私は。とりあえずこれでショールームしようって。目指せトラコ。はい。でもね、セリーグパリーグはね、あ、前チヒーさんが言ってたんです。実力のパリーグ、人気のセリーグ。昔の話です。昔の話。あれ、チヒーさんがね言ってらっしゃったんですけどね。カープ女子って昔流行りましたよね。今も流行ってんのかな。あの赤のストライプですよね。あ、待って、セントラルリーグとパーソナルリーグ。え、あパシフィックリーグでした。どういう意味なんやろ。セントラルは分かりますよ、世界的な。中央でした。でパシフィックは中央ってことは外側。あ、言ってはった言ってはった、太平洋と大西洋って言ってはったわ。じゃあこっちが太平、セリーグが太平洋でパシフィックリーグが何っけ、大西洋。太平洋、あ、逆か。あ、マイティ高校卒業してます。ちゃんと高校卒業してます皆さん。なるほどなるほど。え、でもあれですよね、 DNA って名前変わりましたよね。いや特に変わってはないか。横浜から DNA になりましたよね。で読売ジャイアンツは巨人やからジャイアンツ。みんな嘘ですか。ちょっと真剣にトラコへの道なんですこれは。お、今日はこの資料を覚えてきてくださいとのいうことです。で次テストするんですって。あ、じゃあセリーグがこれ1、2、3、5みたいな。
ことは。だから私次テストされるらしいです。あ、中央と太平洋ってことね。ちょびっくりするの。だってもうさ、ここ来たらさ、帽子とユニフォームセットされてた。あ、ジョイは覚えなくていい。なるほど。私暗記はいけるんですよ。そう、いや東北楽天ゴールデンイーグルスとか、福岡ソフトバンクホークス、埼玉西武埼玉西武ライオンズ、北海道日本ハムファイターズ、ファイターズ。そうですよね。あの、私まだロックオーラス歌えないから、まだまだトラコへの道遠いかもしれないです。なんか弾いてます。弾かれた。違う、これ用意してもらってたやつなんです。似合ってますか。あ、イエイ。そう、とりあえず六甲おろし覚えてきます。次の配信までに六甲おろし覚えて、それ前そのプロ野球女子会にね出演、わあ、六甲おろしは何のこと？わあ、にわかや。六甲おろしは六甲山から見える。六甲山で大根おろし。なあ、もうって感じかな。にわか山まいちゃん、ちょっと待って。六甲おろしは大根おろし？どういうこと？あ、待って、六甲おろしは六甲山から吹く風のことですって。あ、じゃあ大体合ってたんですね。どこ？六甲おろし。六甲山はね、静岡県。アルプス山脈。兵庫。あ、待って、わ、めっちゃ全部つながりました今。兵庫県ですって、六甲山は。ってことは、やから、西宮市で甲子園球場ができた。あー、なるほど、つながりましたね全部。そしてあの将棋の勉強もしてたんですよ。将棋やって野球やって、そう、点と点がつながりました。私ね、大阪府出身なんですよ。そう、あ、ちょっとに分かって入れときますね。で、タコ配信括弧に、そうなんです。なんかね、8月に試合があったじゃないですか、甲子園球場で。そう、それでね、チッヒーさん、あの前プロ野球女子会が終わった後にチッヒーさんとレナタンさんと、と私とワガニャンで8月見に行けたらいいなって言ってたんですけどね、見に行けなかったです。はい、行けなかったんです。でもなんか行ったことがないから、なんかどういうスタイルで行ったらいいんやろうと思って。あ、これで行く。これで行ったらいいんですかね。まあ、確かに電車とかで試合終わりの日とか、このユニフォーム着てる方結構いますよね。甲子園とは何をする場所でしょう。野球じゃなくて。ちゃうそれ。お前そんなアホに見られてたんか。知ってますよ、あの
公共野球の方たちが甲子高校野球の方たちがあの甲子園球場の砂を持ち帰りたいっていうとこ見たことあります。ドキュメンタリーで。そう8月はね、あ8月公共野高校野球やってたんですね。確かにこれでいいんですか。私はね前プロ野球女子会の時に食べたねあのカレーの味が忘れられなくて。28日はチンヒーが YouTube で阪神の試合の解説する。嘘。28日甲子園は球場に入った瞬間がさ、なるほど高校野球ね。あそうそうそう、もしかしたわけじゃないけど記念にというか。阪神タイガースの親会社は何ですか。親会社そんなあるんですか。株式会社なんちゃらみたいな。え親会社日立とかそういうこと。なんかあるじゃないですか、たまにユニフォームにありますよね。ユニフォームに、あ阪神電鉄、阪神阪急グループ、阪神電気鉄道、阪神電気鉄道ですって。皆さんなんか広告でありますよね。日立ではないけどさ、パナソニックさんとかのさユニフォームに入ってなかったでしたっけ。ちょっと待って電車の会社が野球チーム。あーなるほど、阪神だ。じゃあ阪神電車だから阪神タイガースになったってこと。ヤクルトスワローズの親会社ヤクルってことは電鉄につながってるってことは、JR 西日本え、どういうことどういうこと、ちょっと待って読売ジャイアンツ、ヤクルトスワローズ、えヤクルト、え、あのヨーグルトのヤクルトですか。え、そのままとかもありなんですね、株式会社ヤクルト声出さないでください読売ジャイアンツ、横浜 DeNA ベイスターズ、横浜は ジャイアンツは読売そのままでしょ、読売新聞さんですよね。ことは横浜 DeNA シスターズ、えベイターズ、待ってベイターズちょっと私が間違えると、ま、叩かれちゃうらしいです。じゃあベイターズさん、東北楽天ゴールデンイーグルスってことは、あこれが JR に東日本分からへん、もう分からへん、 DeNA っていう会社があるんですか。ちょっとなんか難しい、ちょっとあ楽天市
あ、そう、ちょ、もう一問ください。もう次こそ分かる。北海道日本ハム、もう日本ハム。ハム。じゃひねりがある。福岡ソフト、これはソフトバンクでしょ。福岡ソフトバンクはソフトバンクさんですよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。千葉ロッテ、あ、これは分かった、チョコのロッテさん。なるほどなるほど、お、楽しい楽しい。広島東洋カープ、わ、待って、東洋っていう、え、ラーメンのとこですよね。ラーメン屋さんです。じゃあ、あのカップラーメンとかでありますよね。え、なかったですか、東洋って。あ、東洋水産か。じゃあ、私ね、品出ししてたからね品出しのバイトしてたのでね、わかるんですよ。東洋水産か、それは。まるちゃん。あ、まるちゃん、まるちゃん。え、まるちゃん？カープむずいんですね。待って、車の方。マツダ？ホンダ？そう、ラーメン、カップラーメンの知識だけはあるんです、私。あ、広島は親会社を持たない市民球団。そんなんあるんや。オーナーは松田ですけど、つって。市民球団を掲げ、独立再三制のチームになって。読みますね。じゃあ、本拠地の名前がマツダスタジアムになっているので、自動車メーカーのマツダと思われている人が多いかもしれませんが、あくまでもスポンサーという支援の立ち位置になる。なるほど。あれですよ、スポンサーのって結構テレビに映るとこに広告貼ってありますよね、マークみたいなの。漢字はちょっとね、ダメです。お、来月カープの試合を見に行きます。お、すごいですね。オリックスバファローズは、じゃあオリックス劇場の社長。オリックス劇場、今チカポヨさんいないんですよ。こんばんは。近鉄バファローズね、オリックス劇場近いですよね。ちょっと、どういうこと。ね、お世話になりましたね、オリックス劇場さんは。バファローズ、お、昔難波に野球場があって、プロ野球チームが本拠地にしてました。ナンバに大阪球場があった。あ、それ言ってらっしゃったかもしらへん、チッヒーさん。プロ野球女子会でナンバ、え、ナンバパークスなんや。ナンバパークスが球場跡地。わ、これコメント全部なんか録画機能みたいなないんか。ほら、全部覚えるの大変やから、阪神のことに絞ったらどうかなって。阪神タイガースのさ、あー、もうにわかや。若いからすごいってわけじゃないって聞きました。そうでもないです。背番号8番の方。背番号8番の方。
背番号8番の方。背番号8番の方、なんか見たことありますよ。近本選手は違うの分かってます。佐藤輝さん、え、当てた。あ、佐藤輝さん当てました。8番は桃色クローバー Z の大ファン。あ、佐藤輝明選手でした。8番合ってた。一気にやっても覚えられないよ、マネージャーさんって来てますよ。何その微妙な。いや、わかにゃんの推し名はね、佐藤輝さんじゃなくてね、違う方の名前。あ、このチェンウェインさん、チェンウェイン選手って言ってたはず。お、移籍されたんですか。なるほど。おー、すごい。え、待って、阪神の監督、矢野監督ですよね。それはね、チェンウェイン選手。ヤフーニュースのプロ野球の記事を覚えればだんだん覚える。ヤフーニュース、なるほど。あ、それでスポーツナビっていうサイトですか。わあ、ちょっと待ってみよう。いや、ちょっと難しいですね。ちょっとやっぱ試合見てるだけじゃ、なんか、ね、私ね、阪神の歴史を学ぼうと思ってアマゾンとかで本調べてたりとか、ツタヤで本を探したんですけど、なんかね、なかなかいいのがなくて。プロ野球図鑑はあったんですけど、あ、プロ野球選手図鑑、それはね、この前いただいて、あの YNN さんの時に。そうだからね、阪神教科書みたいなのないんかな、阪神の。そういうのはね、勉強するの好きなんですけど、ネットで調べるとなるとね、あ、そうですね、今の阪神、そうな、選手図鑑をいただいて、あのプロフィールとかね書いてました。そう、全員分読んだんですけど。そうですね、お父さんと一緒に野球、え、あ、阪神の公式 YouTube 見ましたよ。なんかね、面白かった。あの、あれ見ました、ハイライト集みたいなの見たんですけど、あの食事何食べてるかみたいな、どこに健康を使ってるかっていうのね。まだ誰がどのポジションとかっていうのはね、全然覚えれないです。あ、これです、公式。あ、これ見ました。体作りの参考に、選手の夕食に密着っていう映像をね、動画を見ました。そう、なんかやっぱすごいですね、健康に気を使っていて。私なんかもう毎日のように炭酸とか飲んでる。トラバンチャンネル、そうそう、まずポジションと、ポジション、そのどの選手がどのポジションとかっていうのを
覚えないといけないじゃないですか。そうなんです。まずそこから。試合のハイライトで活躍した人、少しずつ覚えていくなら、大山さん結構なんかね見ますよ、ツイッターで。ポジション覚えるってこういうみたい。確かに、まずポジションと六甲おろしね。やばい、コメントがもういっぱい来てます。え、ちひさん、ちひさんおる？え、どこや、ちょっと怖い。え、ちひさん、ちひさん来てるらしいですよ。どこ、え、ちょっと、え、どこや、え、これちひさんですか。うわ、ちひさん、ちひさん、私スタッフさんにいじめられてます。助けてください。ちひさん、フルネームじゃないか、最初全然分かんなかったです。わ、すごい、Z、 佐藤てるさん、 Z、 Z ね、あ、ホームラン打った時に。ちひさん初見マークでした、ありがとうございます。これここの目の下に黒塗りますよね。あ、そっか、まずさ阪神野球、野球を知る野球の図鑑とかになりそうですね。野球、野球の雑誌みたいな、なんてやろう、野球の歴史というか、野球の、野球の本みたいなならありそうですね。え、サトテルのイントネーション、サトテル、あ、これカリンさん、カリンさんがいじられてたやつや、これこれカリンさんがあれのやつや、サトテル、サトテルさん、サトテル選手、なむちゃくちゃ講演会でね、カリンさんがねいじられてらっしゃったやつや。プロ野球選手図鑑っていただいたのは、その選手の方のプロフィールが書いてあって、なんか阪神全体のなんかそういうのはないんですかね。サトフルみたい。お、公式、あ、全然、あ、ごめんなさい、公式イヤーブックっていうのがあるそうです、皆さん。あ、対談とか、うわ、これもう売ってるんですか。2021年3月19日ってことは、お、あ、これツタヤで見たかも。ちょっと帰り本屋さん寄ってみようかな。イヤーブックっていうのがあるそうです。プロ野球スピリッツ やってたら分かる。あ、ゲーム、あ、確かにゲームから入るのもありかもしれないですね。センサーの曲じゃん。おー、212ページも、お、読み応えがあり、ちょっと探してみます。
月刊タイガース、それも前いただいたかも。じゃあれちゃうな、そんなんもらいましたね。選手図鑑は顔、まあ確かにそうですね。ルールはねある程度覚えました。ホワイトさん縛ってるかあれ知ってますよ、あのね野球のポテト、プロ野球チップスあるじゃないですか、あれめっちゃ売れてましたね、人気でした品出し時代やっぱあれカード集めたいんですかね。ああなるほど、ちょっと買ってみようかな、いいですか、おちょちょっと買ってみようかな、トリマ素振りしよう、トリマね、ちょっとチッヒーさんの元で鍛えていただこうかな。そうカード入ったやつですね。あーちょっとじゃあ何をでしたっけ、忘れた。じゃあプロ野球のゲームアプリってことですか。そのゲーム、そっか、だってさ将棋とかもゲームで覚えましたもん私。アプリやってパワープロ、おパワープロ聞いたことあります、プロスピ、おパワープロとプロスピ、なるほど。でもやっぱりねこうコメントで教えていただくのは分かりやすいですね、やっぱりリアルタイムなんでね。そう麻雀とかもね調べても全然分かんなかったんですけど、やっていくうちに分かったんですよ。あ、皆さん、こいたこもこいたこやってますか、皆さん、こいたこそうやね、アプリでそう、コメントが一番わかりやすいかもしれないですね、そういえば。阪神百貨店のタイガースショップ、おそんなんもあるね、タイガースショップ。ねいつかこういった子私たちも出るんですかね。おプロスピ選手の顔もフォームもそっくりやから一石二鳥。あーそっか、なんかフォームのモノマネとかもありますよね、そういうのなんか分かったら面白いんやろな。目指せトラコです。よし皆さんとりあえずこれをまず宿題をもらったのでこれを覚えてきます。次回テスト&プロ野球チップス開封とのことです。皆さん楽しみにしててください。プロ野球チップス買いますどこ、コンビニに売ってんのかな、スーパーではよく見るけど売ってます。ありがとうございます。そう今はトラコ研究生ですね。ね、開封動画面白そう。今は研究生として箱買いしてる方も結構いましたね、プロ野球チップスに関しては。いやほんまに公演終わりやからさ、今日の公演のこと話そうかなって思ったらねトラコ配信になっちゃいました。はい皆さん
ありがとうございます。ちょっと今日はランキングは読むだけにしますねありがとうございます。じゃあちょっとそろそろ終わりたいと思いますね。公演お疲れ様で、あ、そう、ちょ一個だけ今日言わせてください。今日はワロタピーポーの煽りをしました。初、はい、もう公演の話これだけまあまあまあ、皆さんありがとうございます。来てくださった方、よし、じゃあいきます。13位ゆりりん、ありがとうございます。そして12位、吉田さんちのカズさん、アットマークフワミンフワミン、あ、フーアのファンの方かな、ありがとうございました。そして11位、野原しんのすけのすけさん、ありがとうございました。そして10位、富士さん、ありがとうございます。そして9位、2番目のともさん、ありがとうございます。そして8位、まきちゃん、ありがとうございます。そして7位、けんけんさん、ありがとうございます。そして6位、こてつさん、ありがとうございます。そして5位、テレビリーさん、アットマーク、あ、アットマーク、マイティーム、ありがとうございます。今日もありがとう、来てくれて。そして4位、かわんちゅさん、アットマーク、マイティーム、ありが、今日もありがとう、来てくれて。見えてましたよ皆さん。そして3位、ルナポヨ、ありがとう。バン来たありがとうルナポヨ。そして2位、かなたさん、ありがとうございます。今日もありがとうございました、来てくださって。今日ね、赤と青のペンライトが多くて嬉しかったです、私は。そして入る第1位がゆいとくん、ありがとうございます。いつもありがとう。アイドルモチベがないって言ってたので、また会いに来てください。ありがとうございます皆さん。パチパチ、まなべさんは任せてくださいありがとうございました皆さん。ちょっとね、私は、いや、次、あ、まあ空砲公演があるので、いや、そうですね、煽り良かったですか？何ですか？おお、ありがとうございます。ね、多かったですね。嬉しかった。皆さん、ちょっとね、公演終わりに野球お勉強会でしたが、ちょっとまた皆さん、あの、か、できれば漢字、簡単な漢字でコメントでまた教えてくださいね。では皆さんありがとうございました。トラコ目指せ、トラコです。チヒーさん、デナタンさんの次に並ぶトラコになります。ありがとうございました。